若い頃の男性っていうのはですね、何がしか、傲慢なわけですね。で、これは傲慢であるっていうことが、むしろその若い頃の突破力になってるわけですから、ある意味では悪いとも言えないんですね。男女関係でも、男性がですね、女性を愛して、突撃する、求婚をする、結婚をプロポーズするっていうようなこともですね、やはりある程度自分の心の中に傲慢さがなければ、ダメなわけですね。ちょっと女性の心優しい方は、若い頃から割合控えめという方がおられるんですけども、男性の場合あんまり若い時に控えめって言うとですね、やっぱり突破力を失うっていうようなこともあるわけですね。私ももちろん病弱だったもんですから、自分の体については全く自信がなかったんですが、やっぱり心の中は激しい、若い心っていうのがありましてですね、それはやっぱり傲慢だったですね。例えば自分は学問を目指してたもんですから、学問で何でもわかるとかですね、それから私がこれが転換したのはいつだかちょっとはっきり覚えてないんですが、かつてはガリレオがですね、それでも地球が回っているという言葉に非常に心を打たれたことがあるわけですね。どんなに社会が違っていても、自分は自分の信念でやるんだと。それでも地球は回っているんだと。こういうふうに言える人間になりたいと思ってたわけですね。世間が全部地球が宇宙の中心だと思っていても、自分が地球が太陽の周りを回っているということに対して、それを正しいと思ったらそれを主張しようと、そういうふうに思ってた時期があります。しかし私は、だんだん年を経るというか、32歳が一つのきっかけであり、40歳ちょっと前にそういうことがまたあり、さらに42歳でさらにあり、その後少しずつ少しずつそういう体験を経てですね、いい先生や友達にも会ってですね、だんだん自分の心は変わってまいりました。現在では、ガリレオがですね、裁判所で言った、それでも地球が回っているっていう言葉はですね、今の私には傲慢に聞こえます。というのはですね、私はイエス・キリストがですね、神様であるっていうのはちょっと抵抗があるんですが、しかし、ガリレオはですね、こう言うべきだったと思うんですね。私は地球が、それでも地球が回っていると思っていますと。こういうふうに言えばいい。つまり、それでも地球が回っているっていうのは、それが事実ですということを言ってるわけですが、それでも私は地球が太陽の周りを回っていると思っていますと、考えていますと言うんだあればですね、それはガリレオ個人の考えですから、それは構わないわけですね。つまり私たちは本当にですね、この宇宙というか、地球というか、人生というか、どんなことでもそうですね、男性と女性の関係も全て、分かっているのかっていうと、分かってはいないと思うんですね。それが自分はそう考えてるということはありますけれども、しかしそれが事実であるとか真実であるということはやっぱ分からない。私がいつも例に出すのは紫式部、1000年前ですね、ちょうど紀元1000年ぐらいですから、1100年ぐらい前のですね、紫式部、彼女にですね、このスマホで光源氏にちょっと連絡してくださいと言ったらですね、紫式部は、あなたは悪魔ですかと言うでしょうと私言うんですね。つまり1000年前の人から言えば、スマホみたいなものでですね、光源氏と話ができるっていうこと自体が魔術だと思うんですよね。と思うと思うんですよ。つまり私たちはですね、今紫式部の時代に生きてるとも言えるんですね。つまり今から1000年後の人たちはですね、今の私たちの言ってることを正しいと思ってることを聞いてですね、あいつらバカだなと思うだろうと私は思うんですよね。だってアインシュタインの相対性原理だって110年前ですからね。テレビとかそんなものが出てきたのはもっと最近ですから。だいたい電気っていうのを知ったの自身が150年ぐらい前ということですから、私たちが今知ってることっていうのは本当に最近分かったことが多いんですよ。人によってはもうこれ以上は発見がないだろうっていうか、そんなことありませんですね。僕はこの頃時々お話をし、かつ、さんまのほんまでっかなんかでもお話をしたんですが、例えば死後の世界とか、パラレルワールドとか、こういったものがあるわけですね。
これらは今の私たちの科学では分かってないんですよ。ないと考えられますね。ところが、それ私たちがないと思うのはですね、私たちは光とか電気、音っていうのは知ってますね。こういったものは私たちの五感でですね、分かるからですね。電気が分かったのは雷があったからであってですね、雷がなかったらテレビできませんよ。っていうのは気がつかないから。だから、私たちはですね、今のところいろんな通信手段でもですね、私たちの五感で分かる範囲しか分かってないんです。私たちの五感っていうのは地球上で生活するのに困らないように進化してきた五感であり、本当の正しい五感ではない。五感っていうのはあれですよ、視覚とか聴覚とか味覚とかこういうもんですね。それはその我々の生存に関係があったわけであってですね、物理的な現象として、それで全てかっていうと全然全てじゃないわけですね。私がこういった考えになって、今はもうすっかりその考えなんですが、なんでこの考えになったかっていうと、まず一つは私は研究をずっとしてきました。で、研究をしてくる過程でですね、何を私は反省させられたかっていうと、自分がこうだろうと思ってることが裏切られたことはいくらでもあるわけですね。もともと実験というのはそういうもので、まあ、もし自分の考えが正しければ実験する必要ないわけですよね。だって結果が分かってるわけですから。だけど実験をするということは自分の考えが正しいかどうか確認をするわけですね。まあ、そうするとですね、まあ、3回に1回ぐらいって、まあ、それは実験の立ちによるんですが、3回に1回ぐらいは自分の考えが間違ってたという結果になるんですね。まあ、だから実験には価値があるわけですね。私が時々哲学者に疑問を持つのはですね、哲学者というのは実験しないで自分の頭で考えたことを正しいって言っておられるので、どうして自分の頭で考えたことが正しいって分かるのかなと、その哲学的証明はあるのかなと。つまり私が言えばですね、自分の頭で考えたことは3分の1ぐらい正しいとか、100分の1ぐらい正しいっていうことは言えるけども、いや、まさかんな、自分で頭で考えたことがずっと全部正しいなんてことは思ったら、もともと実験しませんからね。痛い目に何回もあったわけですよ。絶対にこれは正しい、今までの学問から言って A も正しい、 B も正しい、 C も正しい、絶対にこれは正しいと思って実験したら全然違うと、まあ、いうことがもう山ほどあるわけですね。よく経済学者が懺悔の書なんて書いてますけど、まあ、あれと一緒ですよ。ただ我々の場合は実験というのがありますから、手段がですね、経済学者はかわいそうなことに実験という手段がないので、直接やってしまうので、失敗すると社会のみんなに大きな損害を与えるわけですけども、そういうふうなことを通じて、それからもう一つはやっぱり大きかったのが、私はいい先生に恵まれました。その先生がですね、傲慢な私に向かって、ミネルバのフクロウっていうのがあるよと、こういうふうに言われたことがあるんですね。その時私はミネルバのフクロウっていうのを知らなかったんですよ。ミネルバのフクロウは夕暮れに飛ぶと、君知ってるかってなこと言われたわけですね。それから僕はミネルバのフクロウのことを調べましたら、ミネルバのフクロウは夕暮れに飛ぶ、つまり学問っていうのは、自分の頭っていうのが不完全ですから、不完全な頭で作った学問には間違いがある。だからミネルバのフクロウ、ミネルバという知恵の女神の横にいるフクロウは夕暮れにしか飛ばない、つまり終わった後の解説だけする、今日どうなるかは説明しない、ミネルバのフクロウは決して朝は飛び立たない、朝飛び立つのは政治家であり実業家だと。その人たちは自分の頭で考えて、よしこれをやろうっつってやる。そうすると夕暮れに飛んだフクロウはですね、彼らの死骸を見ながら、あいつもああいうふうに考えて朝飛び立ったけどやっぱり失敗して死んだなという解説をする。失敗の原因を解説することはできるけども、フクロウは朝には飛ばないと、まあいうような意味なんですね。なるほどと思ったんですよ。人間は朝飛び立てば、まあ3分の1ぐらいは生き残るかもしれませんが、その他は死ぬと。それは自分の心、頭の未熟さだと思いますね。そうしますとね、事実を見るときに一歩下がってみますね。一歩下がって、これはどういうことなんだろうか。それからもう一個は、いつも自分は間違ってると思ってる。昔は私は、もしかすると自分が間違ってるんではないかっていうぐらいだったんですけど、今はですね、1000年後の私、
1万年後の私から見れば、今私が正しいと思っていることはほとんど間違ってるだろうなと。ただそれしか進みようがないから仕方なくそれで進んでるんだっていうことが非常に強く思ってますね。まあ、今日実は原爆の被爆と病気に関する、まあ非常に厳しい、指摘を受けたんですが、私が言ってるのは1年1ミリシーベルトと、被爆限度と言ってるのはですね、1年1ミリシーベルトが安全だとか危険だとか言っていないんですよ。今の科学では被爆と健康障害の関係ははっきりしないんですよ。ものすごく長い間議論があり、いろんなデータが山ほどあり、安全だっていうデータもあるし危険だっていうデータもある。また人によって非常に大きく違う。だからつまり科学というのは真実の分かった状態ですから、真実が分かってないっていうことなんですね。真実が分かってないときに被爆の限度をどう決めるかっていうと、やっぱりそれはみんなで一応合意しておくっていうことしかないんですね。その合意が法令的に合意されていて、それが1年1ミリシーベルトだっていうことなんですね。私がこのことを支持しているのは何かっていうと、やはり私は自分では真実がわからない。今は例えば、福島の周辺、福島原発の周辺にいる人がその周辺で住めるかどうかわからない。ある人は危険だという、ある人は安全だという、この状態は科学ではないんですね。もしくはもっと踏み込んで言えば、日本中の学者が全部安全だと言ってもそれまた間違ってるかもしれない。だから科学で言えないことはですね、やはりこれはみんなの合意とか約束でやるしかないなと、まあ、そんなふうに思うわけですね。私がそういうふうに思うのは、自分が正しいと思うことは自分が正しいと思うんであって、他人は違うと思うかもしれないし、イエス・キリスト様は全然違う、お釈迦様も違うと言われるかもしれない。それは1万年後の私が今の私を間違ってると思うのと一緒だと、まあ、いうことなわけですね。私もいろいろ人生の経験をして、良いことが随分ありました。かつての私はこんなふうには考えなかったわけですが、今の私はこういうふうに考えられるので、人とのいさかいもすごく少なくなりましたね。だって人とのいさかいってのはほとんど自分が正しいと思うことによって生じますからね。そういう点では、まあ経験もまた良かった。やっぱり何よりも大切なのは立派な先生に出会うことだなと、こんなふうに思っています。